皆さんこんにちは、ベースのメイです。今日は僕たち3回目の大分のライブということで、とても楽しみにここまで来ました。じゃあ皆さん一緒にこのステージを楽しみましょう。僕たちアスペリ軍は Twitter と Facebook をやっています。そこでいろんな情報をつぶやいているので、皆さんチェックしてください。そして YouTube にも動画を配信しています。見ていただけると嬉しいです。そして今日僕たちアスティリズムは重大な発表があります。はるかよろしく。はい、ギターのはるかです。皆さんこんにちは、ギターのはるかです。私たちアスティリズムは、結成して3年になるんですけれども、今回来月の11月15日にアスティリズムメジャーデビューすることを決定しました。私たちアスティリズムは THE SESSION Vol.1 という CD をリリースします。今日このステージを見てかっこいいなと思っていただけたら、ぜひその CD の方も買ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、私たちアスティリズムはいろいろなところでライブをさせていただいているんですけれども、11月の3日と4日に久留米街角音楽祭に両日出演させていただきます。今日はチラシの方も持ってきているので、よかったらもらって帰ってください。お願いします。それでは、アスティリズム次とその次の2曲でアスティリズムステージ最後になります。ありがとうございます。ラスト2曲は、11月15日発売の THE SESSION Vol.1 から2曲続けて演奏したいと思います。これからもアスティリズムの音をたくさんの人に聞いてもらえるように頑張っていきます。今日はありがとうございました。